ということでいきますよ。お前もかい。なんだよね、2つ止めないかい。おっ、ここに置いて、おお、2つある。どうやって行くんだ。ここの扉行ってないぞ。ここの扉行ってない。よし、行こう。お邪魔ーん。もう、無口。もう、すごい顔した、今。俺、すごい顔だったよ。これは何ですか？フィルムか。フィルム、あ、フィルム、手前か。手前の紙か。手前の紙か。手前の紙は、その奥、奥がどちらかと欲しい。こっち、うん。61式。なんですか、あなたはもう。ちょっと。あ、今来た。ここ。ちょっとね、チャージが遅いんだな、こいつ。このフィルムはチャージが近いよ。ちょっと。一旦下がって。今ですね、これですね。はい、ドン。よし。オッケー。ああ、見えないか。俺にはね、すごくがっつり見えてるよ。ありがとう。また広いところに出てきたぞ。つながったね。これでまた、大広間に出るみたいですね。はい。で、なんか天井から光が差していると。あ、なんかここアイテムあるじゃん。何これ。あ、これは俺の鼻水ティッシュですね。おっ、ナウローディングが怖いんだよね。あ、はあ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 、さっき見てたとこですな、これが。またびちょびちょの髪をゲット。ほうほう、へい。どうやらリスナーさんから僕へのラブレターみたいだったようですね。多分そのさっきの部屋の上がここなんですよ。ということはここが、お腹三国無双みたい。急に出てきた。びっくりした。お前ずっと待っててくれたんだね、この20分ぐらい。中攻撃かな。よし。うわ、来た。急げ。火の玉が来る前にドッカーン。よーし。あ、熱い。服が燃えちゃうね。うん。服燃えるっていう、そういう発想も、あ、おお。服が燃えるっていう発想もありですな。やってくる。OK。オッケー、倒したったで。ここに来ればよかったやな。で、ここを開くとか、え、そういう、あ、そういうことじゃないの。いや、はい。ん？ああ、はあ、はい。なるほどね。それでは、その3箇所をダイジェストで、パッパッパとお送りしたいと思います。はい、ドン！あ、オッケー。オーケー、2枚目。あー、やっと3枚目ゲットー。火が土の鏡、はい。オッケー。撮影した。よっしゃ。やっとですよ、長いなー。さあさあ来ました。ここで
この部屋に多分先ほど拾った鏡を設置することにより先へ進めるはずです。 OK で下に行って黒い箱を開けると、あー長い疲れるよ本当に。もうさあ来ました。ということでこの部屋に入りまして、そうすると光が差し込んでいますね。でここで、おえもう終わり、山の水はなんたられ、あ長永久花は枯れ、温泉が溢れるのはいいことではないんですか。あこの人上半身裸じゃないですかね。あえこれもうボス感やべえぞこいつ、超強そう。何このなんか天妻勝士みたいなのがすごいです。どっちかい、うわ怖っ顔顔が恐ろしい。あぶやべ、あ倒した倒した倒したか、倒したんじゃないかこれ。あこれおっぱい出て、あーおっぱいドレス的なやつか。だー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 、今ダメか、ギリダメか、ダメかギリ。倒した倒した倒した、あー強かったです強かったです。よっしゃこれでどうですか。あ来たムービーです、かわいい相変わらず。箱を開けるとバーソあかわいいよミュウちゃん。あおあまた記憶を、ミュウちゃんのくびれはたまらんですな。ミュウちゃんを後ろからギュッと抱きしめた。お母さん、お母さんを探しに来たんですかね。たまらんかわいい、おっぱいがそこまで大きくないっていうのも、うわ出てきた出てきた。これ1本ぐらい引き抜いても大丈夫、ヒゲを抜くときみたいにさわかるかな、これ男の人しかわからんと思うけど、こうヒゲを抜いたときの感覚でこの手も抜けんかい。うわ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 、その手の一つの手になりたい。うん、ああの足担当、俺お願い足担当。うわこれエロいなこれ、あああららかわいいな、うわうわうわ。これまたさ、こうあ抱きついてきた、うわレズレーズ、うわかわいい。ひなさきさん、ここを出ましょう。あここ出ましょう。あさあやっと先に進めるということで、行きますよ。お母さんを、おう、うん、私は何もできなかった。さあ、これはもしかして俺知ってるぞこの展開。やばい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 、美女が二人ですよ。こんな可愛い二人の女の子と俺一人みたいな感じで、この三人組のたまらん三人組高校生活を送りたかった。こんな可愛い子がいる大学高校生活を嫌です、やめときます。ええ一緒に終わりたくないです。おお逃げる逃げるよ逃げるよ、撤退でーす撤退でーす、撤退の温度でーす、逃げましょう逃げましょう。オッケーいよいよ上がって逃げる出口まで。オッケー来た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 、よしよしよし、どうすかどうすかどうすか先輩どうすか先輩、これでまだすか、もう一個扉かな、もう一個扉ね、オッケーオッケー、そこをもう一丁とっ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 とい、よいしょ来ました、脱出。ケーブルカーまで来ました。オッケー。山降りましょう。
険です。危険ですかね。知っての楽なの。電源のスイッチ、電源のスイッチを入れよう、電源のスイッチを入れよう。ここかな。さあ帰りましょう。なんもないのかな。おう、マジか。ここに来て。長えな、このショー。つらー。あ、着いたのか。着いてな、ん？あー、開けるねー。いや、開けるねー、ゆりちゃん。なんか、ゆりちゃんの、髪色いいですよね。あの、アッシュ系の髪色っていうんですか。わー、これは、オッケー。どこへ行く？下山する道を探す。オッケー。あ、じゃあこっちだね。こっちに道がある。あ、オッケーオッケー、こっちだ。あ、オッケー、これで温泉に行って、温泉に行く。まだ終わんないのかな？これはもしかして。そうそい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 。こっちじゃない、こっちか。あー、ここか。お、すみお母さん、助けることができるかもしれない。あ、抱きしめさせてください。まあ、みゆちゃんもいいな。みゆちゃんもゆりちゃんも可愛いけど、みゆちゃんも可愛いな。あの、おっさんはお前はどっか行け。お前どっか行け。あや、おい、お前どっか行け。行く。ああ、僕の家に。ああ、もう美女が3人ですよ。たまらん、たまらんな、このゲームは。先生ポジに僕もなりたい。お母さん、ああ、かわいい。キュッてギュッてしたい。お父さんだよっつって。お父さんだよっつって。あーららら、ら触れる。え、いいんですか、そんなことして。あ、もっと下の方行こうよ。ん、お、いべ。どうがーな、なんだこれ。あ、かわいい。うわ、え、うん、え、うん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 、あ、え、どういう格好？ん？あ、ん？あれ？いい、みゆちゃんはそういう趣味がある。あ、もう余計にみゆちゃん好きになってきたな。俺どうしよう。あ、うわ、うわ、うわ、うん、僕も何にでもなっちゃう、みゆちゃん。うわ、あ、好き、あ、好き、あ、すごく好き、すごく好きです、みゆちゃん。この目線は男目線かな、もしかして。あ、そんなやめてやめて。ああ、嘘ばっかり。え、あ、目つぶった。嘘ついた方が、これはキス待ち、キス待ち、キス待ちキャスですか。うわわわわわ、かわいい。みゆちゃんにそういう趣味があったっていうことは、僕はもう、ん、えん、空を飛んでいる、みゆちゃんが。お、果たしてこの
ミユの性癖を知ってしまった。なんだなんだ、こっち読めない。お前は誰だよ。マイケル・ジャクソンかな。マイケル・ポーっつってあ、マイケル・ジャクソンが帰っていく。ここネバーランドじゃなかったっつって帰ってた。ウィーンラン近い。その近さの僕もあのキスをチュッてしたいな、うん、あ、セーラー服ですか。いいですね。治りました。うん、私は治りました。いい、あ、俺も抱きたい、俺も抱きたいよ、うん、はい、おいおいおい、あ、どこぞ、あ、え、あ、おっぱいもみもみ、おっぱい、あ、何、ごめん、ミュウちゃんのそんなコスプレが好きだったなんて僕。わあ。稲崎ミュウは山頂近くにある神社、ユーノミヤの奥で春日と同じように黒い箱に入られていた。眠るミュウの記憶を見られて、高橋さんに記憶を見られてしまう。なるほど。はい、ということで第6の雫が終わりまして、次回7の雫ですね。ここで皆さんに朗報です。次回7の雫にてやっとこのゲームが中盤ですあのちょっとね、攻略チャートを見たんですけども、どうやら第14の雫まであるみたいですね。皆さんこれからも長いお付き合いをどうぞよろしくお願いします。ということで、ひなさきみゆちゃんですか、新しくちょっとレズ要素を感じるような女の子が追加されて、僕はますます楽しみになってまいりました。では次回もよければ見てください。では次回もでは次回お会いしましょう。バイバイ。